本動画では、障害物を検出する方法と、移動範囲を設定する方法について説明します。障害物を検出する方法について説明します。コントローラーが障害物を検出するとき、動的障害物と性的障害物の2種類に分類します。動的障害物には、アボイダンス機能を有効にしたトランスポートコントローラーに接続している。 リソースが該当します。例として、ヒューマントランスポートコントローラーに接続しているヒューマンやモバイルロボットトランスポートコントローラーに接続しているモバイルロボットリソースなどが挙げられます。性的障害物には、動的障害物以外のコンポーネントが該当します。例として、コンベヤーやヒューマンリソーストランスポートコントローラーに接続していないヒューマンや、 ヒューマントランスポートコントローラーなどが挙げられます。性的障害物を検出する設定について説明します。オブスタクルズ確認プログラム1、性的障害物 .vcmx を開きます。フィーダープロセス、シンクプロセスの間にウォールを配置して、シミュレーションを再生します。シミュレーションを再生すると、ナビゲーションメッシュが生成されます。ナビゲーションメッシュとは、 リソースが実際に移動できる範囲のことです。ナビゲーションメッシュはトランスポートコントローラーが接続しているパスウェイに基づいて生成されます。パスウェイエリアが接続されていない場合、グローバルエリアを使用して障害物を検出してナビゲーションメッシュが生成されます。グローバルエリアの使用についての設定はトランスポートコントローラーの規定タブのユーズグローバルエリアでオン、 オフを切り替えることができます。ユーズグローバルエリアのチェックを外して、シミュレーションを再生します。パスウェイに接続がなく、かつユーズグローバルエリアが無効の場合、障害物を検出しないため、リソースは性的障害物を無視して移動します。 トランスポートコントローラーの障害物検出に関係するプロパティについて説明します。オブスタクルホライズンクリアランスは水平方向のクリアランスの設定です。オブスタクルバーティカルクリアランスは垂直方向のクリアランスの設定です。クリアランスとは障害物とリソースの間に設ける距離です。エクスクルーズオブスタクルズは 障害物として検出しないコンポーネントの設定です。Precision Obstacles は形状などを詳細に分析するコンポーネントの設定です。フィーダープロセス・シンクプロセスの間にゲートを配置してシミュレーションを再生します。デフォルトの設定では障害物はコンポーネントのバウンディングボックスデータに基づいて検出されます。 ゲートのようにリソースが通過できる形状のコンポーネントをプレシジョンオブスタクルズに設定することでリソースが設定したコンポーネントの内部を通過できるようになります。プレシジョンオブスタクルズにゲートを追加してシミュレーションを再生します。性的障害物を検出する設定の説明は以上になります。次に 動的障害物を検出する設定について説明します。オブスタクルズ確認プログラムに動的障害物 .vcmx を開きます。動的障害物はトランスポートコントローラーのアボイダンスタブからエネーブルを有効にすることで検出できるようになります。この機能は接続しているすべてのリソースに適用されます。この機能を有効にすると リソースが他のトランスポートコントローラーから認識されるようになり、リソース同士が衝突しなくなります。リソースには、障害物を検出する2つのセンサーがあります。1つ目のセンサーは、スローセンサーと言い,います。範囲内に障害物が検出された時に、リソースの速度を減速させます。この時の速度は、リソースの規定タブで定義されているムーブスピードアボイダンスで設定します。 二つ目のセンサーはストップセンサーと言います。範囲内に障害物が検出された時にリソースを停止させます。トランスポートコントローラーのアボイダンスタブのプロパティについて説明します。エネイブルはアボイダンスの機能を有効にします。有効になると他のリソースから認識されるようになります。スローセンサーレンジはスローセンサーの長さを定義します。 リソースの原点から測定します。スローセンサーサイドクリアランスは、スローセンサーの幅を定義します。リソースのバウンディングボックスから測定します。ストップセンサーレンジは、ストップセンサーの長さを定義します。リソースの原点から測定します。ストップセンサーサイドクリアランスは、ストップセンサーの幅を定義します。リソースのバウンディングボックスから測定します。 ストップタイマーはストップセンサーで障害物を検出した時に停止する時間を定義します。マックスサンプリングインターバルはセンサースキャン間の最大インターバルを定義します。この値が小さいほどセンサースキャンの頻度は高くなります。マックストラベルインターバルはセンサースキャン間の最大移動距離を定義します。マックスサンプリングインターバル同様に 値が小さいほどセンサースキャンの頻度は高くなります。イグノア・ーデッドロックスは、デッドロックを無視するかどうかを設定します。有効の場合、デッドロックが発生した時に衝突を無視してリソースは移動します。シミュレーションを再生します。問題なく動作します。 無効の場合、デッドロックが発生したときに、リソースは停止します。イグノーデッドロックスのチェックを外して、シミュレーションを再生します。デッドロックが発生し、リソースが停止します。動的障害物を検出する設定の説明は、以上になります。次に、 リソースの移動範囲を設定する方法について説明します。パスウェイエリア確認プログラム 1.vcmx を開きます。パスウェイエリアを配置することで、リソースの移動範囲や数、速度などを指定できます。リソースがパスウェイエリア上を移動するには、パスウェイエリアとリソースのトランスポートコントローラーをインターフェース接続する必要があります。 パスウェイエリア同士の接続は、パスウェイエリアを近づけることで自動的に接続されます。シミュレーションを再生します。デテクトオブスタクルズを有効にすることで、パスウェイエリア上の障害物が検出できるようになります。ワンウェイは、パスウェイエリアの進行方向を一方向に指定できます。リミットキャパシティは、パスウェイエリア上に配置できるリソースの数を設定できます。 パスウェイエリアはパスウェイキャパシティグループを使うことでグループ化することができます。パスウェイエリア確認プログラムにキャパシティグループ .vcmx を開きます。パスウェイエリアは一つのグループにしか属することができません。グループ化するとグループ化したすべてのパスウェイエリアのキャパシティに空きができない限り、そのパスウェイエリアグループに新たにリソースを追加しなくなります。 以上で、リソースに障害物を検出させたり、移動範囲を設定しようを終わります。ご視聴ありがとうございました。